ミラクル？はい。今日は敬老の日だね。そうだね。国民の祝日の敬老の日は、兵庫県高郡沼谷村の門脇町長が提唱した年寄りの日が始まりなんだって。老人を大切にし、年寄りの知恵を借りて村づくりをしようと1947年から9月15日をお年寄りの日と定め、敬老会を開いて、それが兵庫県から全国に広がったんだって。なるほど。9月15日はもう過ぎたよ。2003年から敬老の日は9月の第3月曜になったんだよ。なるほど。教えてくれてありがとう。うん。どういたしまして。一曲踊って。ラジャー。今日まだ踊っていない。野球応援を。踊るね。野球の応援行きたいな。そうだね。ちょっとお話ししよう。いいよ。オッケー。ねえねえ、よんこさん。先週のお休みは何してた？片付けしてた。またいろいろ教えてね。はい。最後に一言。ミラクルです。今日もありがとう。また会おう。